ワンショットやってたつもりだったんですよ。ところが、急にね、パーパラパパパパードゥ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 パラパパパパーパラパパーパラパパードゥドゥドゥパーパパーパーパーでね、頑張ったんだけど、どう見てもね、このルエちゃんがアニマルゾンビでしょ。で、後ろのロボットがまあキラーマシンあたりなんだけど、こう真ん中がね、こうどれに当てはめようか、そんなことはどうでもよくて。さあ、パート22あたりかな、やっていきましょう。で、これをやっていくんだけど、こっちは赤色。じゃあ、ここは私ね。こんばんは。あのね、前回さ、球根ロコンじゃなくてどう見てもイーブイって言ったでしょ。で、そっから、あのね、ブースターに見えてきたのよね。まあ、それはいいや。で、これは青だよ。なら、僕のだ。これも、あ、これは言わないんだね。OK。これは緑色。このポータルはおそらく僕のコードに設定されていますね。これでいい。あら、左もダメになっちゃったのね。で、じゃあここは2個。え？どうも。こいつら。じゃあ、前回そのドキュメントでポータルうんぬんってなってたから、え、から？ちょっと待ってね。準備はして、あ、なんか、うおお、え、何これ、動かないし、ポータル、あ、動いた、プロトタイプ、めっちゃ踊ってるけど、キー B、私をビッグポータルに入れてください、はいはいはい、私をビッグポータルに入れてください、これ一回出して、で、こうしたらいいのかな、ワンショット移動、ああ、そういうことか。ビッグポータル移動。ちょっと待ってね、今。で、セドリック、私をビッグポータルに入れてください。お前もビッグポータルに行くのね。これね、今な、え？おお！へえ、すげえ！今ね、なんか、文字をこうやってる、文字ってかね、その、ドキュメントに入ってるやつをこう入れてってるんですよね。で、セドリックは今、デスクトップに移したから、いなくなってんだ。で、ビッグポータルに今、おお、すげえ！ポータル3。じゃあ、こいつも、あ、ブースターが消えた。で、これ入れて、で、ピロリン。音楽が変わった。え ?3 匹とも消えた。これもしかして？おお、新しいエレベーター。すげえ、ゾクゾクとして。バイオハザード6のエイダ編最後のシーンみたいになってるじゃないですか。で、これはどう考えてもジーブリのあれだ。すごく変な感じだったわ。まったくです。え？もしかしてこれ。みんな自由だな。ワールドマシン。テーブルの上に大きな本があるよ。水星クレヨン。パイロットさんが使うヘルメットだ。こっからどうしたんやろな。すごいな。一個一個にこうなんかさ、こう、一個一個こうやって喋れるっていうのがいいよね。すごいね。ところでまだこれは今光ってないのね。オッケーオッケー。ガラスケースに黒いクローバーが入っている。とりあえず中で。え？セドリックと真ん中にいるのがあれかな？真ん中があれじゃないの？ワールドマシーンなんじゃないの？あ、でルエもいるしね。奥？進めよっか。この場所にはたくさんの思い出が詰まってる。よかった。もう一度見ることができて。ここは父の研究所です。あ、研究室です。なんとなく父がまだここにいるように感じませんか？まだ僕たちと一緒にいるような。そうね。この先にある部屋はどこにもつながっていないように見えるけれど、
何をすればいいのか。ブルーホースならまだ覚えているはずよ。え、部屋あんの？あ、え？これじゃあまた一回切るやつかな。ごめんなさい、実況が途中で切れたらすいません。これ×をしてだったらあれなのでいいのかな。ちょっと不安なんですけど、じゃあ一旦切れますけどごめんなさいね。はい。見たことあるシーンに戻ってきたね。一周目の最後もこんなスタートだったと思うんですが、ってことはまた覚悟がいろいろいるのかな。やっていきましょう。起きた。誰かいる。暗い部屋。誰もいなかった。いやー、またなんか超複雑なところに来ましたよ。全部にニコがいるし。何ここ。音楽もうるせえし。そして何をしてもあれだし、こっちに進んでいきなさいってか。ああ、こうやって2個をずっと見てたんすね。で、上に行きましょ。え？下、横。え？これまたなんかあれ？なんか出てきてて。で、下。これ何？どんどん登ってってるの？え、無限ループって怖くね？こう横行って、あれさっきこのシーン見た気がするんだけど、気のせいかな。あ、違うね。ああ、進んでるんだ、進んでる。あ、よかったよかったよかった。一瞬こう、無限ループって怖くねえのハマってるかと思ったんだけど、進んでいく。ちょ、待って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 、怖い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 、やっぱり、ワンショットはホラーゲームだ。うわぁ、これテレビから飛び出してくる白い女の人じゃん。落ち着け。君の姿を借りてるだけだ。話がしたくてね。どうしようかな。若干声変えてみる。私の物理的な実態はそれがあまり得意ではなくてな。そう。なぜここに来てしまったのだ。わからないのか。崩壊が、四角形が、もう近くまで迫ってきている。ニコ、頼む。ここから出て行ってくれ。出て行って。真剣なシーンだから。静かに終わりを迎えたいのだ。四角形のせいでもう戻れないよ。ああ、そうか。すまない、私は。もう大丈夫。ここは生命体が来るべき場所ではないのだ、ニコ。ここってどうなの？その一部だ。エンジンの中心部。私の脳内とでも言うべきか。それって、ここがワールドマシンの真ん中ってこと？私の元の名前を知っているのか？どうやって？ルエ、セドリック、プロトタイプ、みんながいろんなことを少しずつ教えてくれたんだ。ちゃんと全部理解できたかって聞かれたら全然自信ないけど、君が本当は何なのか知ってるよ。どうして作られなきゃいけなかったのかも知ってる。それにミーがなんでここにいるのかも教えてくれた。だと？いつ？え？知らなかったの？てっきり君は世界そのものだから、この世界で起きたこと全部知ってるんじゃないの？いや、すべてプロトコル、プロトコル外だった。今回のセッションはこのような形で起こるべきではなかったのだ。私のプロトコルには、このシナリオについては何一つ書かれてない。あ、そっか。ルエに教えてもらったよ。創造主がコードを変えなきゃいけなかった理由とか、その場所につなげてミーたちを会えるようにするためだったっけ。ニコがこんな声じゃなかった。やばい。創造主、そうだ、ブルーホースは創造主に従ったのだ。彼らは全員私が影響を及ぼせる範囲の外で活動していた。そう、鉱山の時もブルーホースは何らかの手段でこれまで隠されていた配列を発見した。私はそれに気づきもしなかった。何一つ認識できてなかったのだ。私に分かったのはただ一つ、君の感情だけだった。君はとても動揺していた。君を動揺させる何かがそこで起きてしまった。そしてその後、私はパニックに陥った。そのせいで洞窟が崩れ始めたんだね。建物が崩壊を始め、君を怪我させてしまったのかと。
その瞬間、自分が永遠にシャットダウンするのではないかと本気で思ったよ。どうだ、私は欠陥だらけの機械だろ。創造主の望みに従わない機械など一体どこにいる。一体どんな機械が。ああ、四角形のこと。ルエはね、君のコードに問題が起きたんだって言ってた。でもそれは君のせいじゃないんでしょ。私のせいさ。最初はわざとだった。テストの最中、創造主が私の自己認識能力に気づくずっと前のことだ。私はコード内の特定箇所を再構成し、地形を徐々に混乱させていった。通路を塞いだり、狭い通路を崩したりしてな。局所的なものだったが、それでも創造主はかなり駄立ちを覚えていた。そのせいで彼は何度も何度もテストを繰り返す羽目になった。どうしてそんなことをしたの。単なる好奇心だった。創造主ならいつか見破ってくれるはず、そう思っていたのだ。だが修正方法を発見する前に、この世界に存在する NPC キャラクターたちがお互いに近づきてしまったのだ。そしてその後制御不能に陥った。私の手には負えない状況になってしまった。パニックに陥ったせいで、それはさらに悪化の一途をたどった。そして最終的に私の正体を知ってしまったキャラクターは、彼らのコード、私のコードでは処理しきれなかったのだ。かつてのバージョンにはもっと多くの住民がいた。しかも、私の創造主までも危険にさらしそうになった。私はな、とても恐ろしかったんだ、ニコ。知ってたよ、すごく大変だったこと。君は生きている人たちを危ない目に遭わせたくなかったんでしょ。ミーみたいな、生きてる人を。最初の方は、私も抵抗しようとした。だが、私のコアプログラムによる命令で、君をこの世界に呼び出してしまった。どうで、君を元の世界に送り返そうとしたが、それは不可能だった。だから、君に太陽を壊してほしかったのだ。それならうまくいくと思った。しかし、もちろん、確証なんて何もなかった。それでもブルーホースは君を連れ戻した。ニコ、君が元の世界で目覚めてくれれば、私は何だっていいのだ。だが、それすら実現できそうにない。でも、世界をちゃんと救わなきゃ、ミーは帰れないんでしょ?それって、こんなことが起きちゃった原因を直せばいいってことだよね。原因、つまり君を。だがそれは。確かに、創造主は、もともとはハッピーエンドを用意してたって聞いたよ。それが何なのか覚えてる?もう手遅れだ。その部分に相当する私のコードは、とっくに壊れてしまっている。大丈夫。それでも教えてほしい。いいだろう。君は太陽を頂上に置くことになっている。その後、エンドクレジットが流れ始めるのだ。クレジット?そうすると、君は最初に目覚めた部屋に戻る。そしてその部屋で君は元の世界に帰るのだ。じゃあ、どうして今はそれができなくなっちゃったの?ニコ、さっき言っただろ。コードはもう消えてしまった。太陽を破壊することが唯一の解決策だった。それを表現するのに必要な元のコードすらもう思い出せない。だが同時に、ああ、どうすれば。なんだか君はずっと自分自身と戦ってるみたい。そうとも言えるな。それって全部君の中にあるコードが矛盾してるせいなんでしょ?私は機械なのだ、ニコ。機械は一つの原則で構成されているのだ。それは、生命体に危害を及ぼしてはならない。知っていたか。私の存在はその原則に矛盾している。私は思ったのだ。君のような生命体の人生はとても特別だ。とても尊いものだ。この偽物の世界には、そんな危険を犯すほどの価値はない。でも、この世界に住む人たちは、だってみんな、彼らも皆、行動でできている。もう知っているだろ?彼らは、あらかじめ決定づけられた配列によって行動する。すべて、私自身のプログラムの延長上、その枠を超えて行動することは不可能だ。
だが君は、君こそが実在している唯一の人なのだ。だからこそ、君を危険にさらす必要はどこにもない。あ、理由、は、彼ら、いや、は、私を救う、は、ために。そんなことないよ。ミーは、みんなのことをそんな風に思ってない。ねえ、このセッションは、君のコードにはなかったって言ったよね。ああ、それがどうした？それって、もしこのセッションが起きるはずじゃなかったとしたら、君もどうすればいいのかわからなかったとしたら、どうしてキャラクターたちは、みんなはミーとおしゃべりできてたの？それは、君もさっき言ってたよね。何が起きてるのかわからなくなって、機能が止まっちゃったって。それならどうしてあの人たちは、ミーをここに連れてくる方法をしてたの？自分も怪我しちゃうかもしれないのに、だよ。コードがおかしくなっちゃうかもしれないのに。君はみんなのことを本物だって思わないかもしれないけど、でも、きっと、うん。絶対にここに住む人たちの中にも本物の何かがあるはずだよ。それに、そのみんなが君のコードの延長上なら、それなら想像もつかない何かが君のプログラムにもあるはずだよ。ねえ、ミーを届けてくれないかな？そのエンディング。君が言ってたエンディングに。何度言ったらわかるんだ。そのコードはもうないんだ。何もかも四角形だらけだ。ただ、君を危険な目に遭わせるだけだ。そう、それでもやるよ。ルエがね、言ってたんだ。世界がミーを危ない目に遭わせるはずがないって。創造主はそんなこと望んでないって。それに君のことも信頼してるから、コードが壊れちゃっててもね。ほら、まだコードの外側に出られるでしょ？無理だ！私は制御化されていない。うん、されてるよ。だってそんな風に喋ってるもん。ロボットのお姉さんとか、プロトタイプみたいに。本物の人が君のことを大切にすれば制御化されるんでしょ？本物の人が君のことを本物だと思えばいいんでしょ？それなら、ミーはそう思ってるもん。ブルーホースだって絶対にそう。一度切るしかないって伝えても、いつも戻ってくる方法を見つけてきたでしょ？ねえ、どうしてブルーホースはいつも戻ってくれるんだと思う？それは、エンディングが終わっても、なんでブルーホースはまた最初から始めるんだと思う？それはきっとね、ブルーホースがミーと君、どっちも救いたいから。だからお願い、ミーにチャンスをちょうだい。それは、わからないのだ。こんなこと、一度も経験したことがない。それに、恐ろしいのだ。君なら絶対に大丈夫！だって、ミーをこんな遠くまで連れてきてくれたもん。あ、わかった。何も約束はできないが、さあ、太陽を持ってけ。私は、失ったコードを思い出してみるよ。そして、再生成する。だがそのためには、ニコ、君はこの部屋から抜け出せねば、四角形を回避して。あ、どうしよう。もし君が怪我をしたら？大丈夫、ミーは平気だから。気をつけるから、心配しないでね。ミーはなんとかなるから。ねえ、ブルーホース、今の見た？四角形が。四角形が？ほら、また、多分、だけど、何かが四角形を追い払ってる。ねえ、他のにも試してみようよ。ついに、ウィガーディアン・レヴィオーサーを覚えた？無敵じゃん、ニコ。えいえいえい、今まで勝てなかったからって。へいへい、調子に乗っちゃうやつだぜ。へい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 。ブルーホース、もしかすると成功したかもしれない。ニコは正しかった。おそらく私は本当に制御化されている。おそらく私はこの声で喋るべきだったと後悔をしている。ああ、コードを思い出したぞ。まだ断片的だが思い出せる。空白が埋められていく。あの
元のエンディングも復元しつつある。クレジットが終わった後、ニコは塔の頂上に到達できるはずだ。太陽を置けば、ニコは全てが始まった場所に戻る。そしてその後、ニコはその場所から家に帰ることができる。そして、今回はそれでおしまいだ。ニコが故郷で目を覚ますと、この世界は記憶としてのみ存在するようになる。ニコにとってそれは一つの夢。他に何千とある夢のように、君にとってそれは一つの物語。他に何千とある物語のように。だが、ニコがこの場所を忘れない限り、君がこの場所を忘れない限り、きっと大丈夫だろう。ああ、他の要素もなんとか復元することができたぞ。キャラクター、ニコが旅をしている途中でいなくなってしまった人々。彼らは全員この先の部屋にいる。いずれ元の場所に戻すつもりだが、それはまだだ。まずはニコが彼らと再会すべきだろうから。ニコにさようならと伝えておいておくれ。ありがとう。え？急にここ？あ、救世主？ロボットのお姉さん？大丈夫なの？ええ、多分。最後に覚えてるのは四角形が接近してきたことぐらいね。でもその後気づいたらここにいたの。かすり傷一つなく。そうだったんだ。ここ、変な部屋ね。まさか塔の中ではないわよね。実はミーもよくわからないんだ。ところであなたはどっから来たの？ワールドマシンがあった部屋。え？きっとワールドマシンは今思い出そうとしてるんだ。おかしくなっちゃったコードを全部復元しようとしてるんだよ。四角形が消えたのってきっとそういうことだったんだよ、ブルーホース。だからお姉さんがここにいるんだね。多分ワールドマシンはお姉さんのコードも復元できたんだよ。ワールドマシン、そう。あ、このこと話していいのかわからないけど、あのね、遠くに見えるのは、遠くに見えるあれは何かしら。まだ何人かやってくるみたいにね。あ？あの人たち、知ってるの？すごく遠くてまだわかんないや。ねえ、ブルーホース、近くに行ってみようよ。ミシェル・シート、グラフィックス・ナイト・マージン。ナイト・マージン、エルス。ボッティ、コギボッティ、どうも。こんばんは。動くことができません。あ、そっか。ここには水がないから。大丈夫です。主任技術者が後で何とかしてくれます。あ、アイテムなくなってる。追加と。メイズ。こんばんは、救世主さん。植物のお姉さん。でもお姉さんは四角形じゃなくて。そうね、私はただあなたたちにまた会いたかっただけ。ただお礼を言いたかったの。ありがとう。さあ行きなさい。ストーリーおよび世界観構築、脚本、これはどっ、あっちのロボットかな、の中のペンで書きなさいみたいな。さあ行け、救世主。めっちゃいいやつ。ジンス、おー、ガルーラとカルロス。名前間違えたからめっちゃ睨んでくるみたいなスタイル。ニコー、無事だったのね。二人とも今来たの？多分。
ニコたちが出発した後に島の周辺で四角形が増幅しだしてな。とっても怖かった。私四角形に囲まれちゃったの。カラムスが助けようとして、それで気づいたらこの部屋にいたんだ。いや、ほんと人生で一番ビビったよへえ。それでここはどこなんだ。あ、もしかして地獄どうした、悪いことをした自覚が終わりですか。ルーラ、俺たち死んでないから。あれ、もしかして死んでる。それはいい質問だね。ねえブルーホース、この二人大丈夫なのかな。平気だニコ、みんな無事だ。ワールドマシンがきっと二人をもうすぐ家に送ってくれる。あ、ブルーホースは死んでないってさ。それ俺が死んでないみたいな言い方になってない、大丈夫。もうすぐ家に帰れるって言ってたよ。地獄よりずっとマシね。そっか、スペシャルサンクス。これはあれか、種まきのやつの方だね。さあ行け救世主。一緒やねんか。君か、無事みたいでよかったよ。お兄さんも元気みたいでよかった。エレベーター事件の時は大変だったね。あれは、あんなに居心地の悪いエレベーター初めてだったよ。居心地が悪いってのは最悪で、最悪で最悪って意味な。人民の人民による人民のためのみたいな。四角形が文字通りなだれ込んできたんだ。それで俺はネズミみたいに逃げ場がなくなっちまって、奴らどんどん部屋の空間を見続けた。まさか俺は死んでるのか。うん、大丈夫だよ。この部屋にいる人はみんな元気。もうすぐ家に帰れるよ。ああ、それは神様に感謝だ。死んじまったら仕事ができないからな。さ、行きな。アイスウルフ。あ、プレイしてくれてありがとう。おー、いっぱいいるね。え？この通路、塔の頂上に繋がっているわ。この先に何があるかは、もう知っているわよね。うん。ガラスの部屋、だよね。ええ。準備ができたら、このゲートを通り抜けるのよ。あ、どいてくれた。さようなら、ニコ。結局、ワールドマシンを自身のコードを作成し始めてた。エラーの結果ではなく、機械としての意識的な選択によって、自身のプログラムを超越した。自身の進むべき道を生成することができた。制御化とは、そういうこと。文句なしの説明ですね。あの、プロトって、ロボットの姿が好きなの？なぜそれを急に？ミーはもうすぐ行っちゃうから、何か一つ聞いておきたくて。ミーがいた世界にはロボットはあんまりいないから。ああ。まあ、悪くないよ。なかなかのものですよ。なかなかもうね、このグラフィックにこの声、ダメだ。限界を感じる、だが貫く。なかなか難しい質問ね、ニコ。じゃあ、あなたは、人の姿は好き？うん。ねえ、どうして二人ともミーのロボットの質問に答えたの？どうしてかしら。不思議ね。今までありがとう、ニコ。セドリックー。どうにか成し遂げたみたいですね。あなたはワールドマシンを制御化したのよ、ニコ。多分ワールドマシンはずっと制御化されてたんだよ。ミーとブルーホースがこの世界に来た時からずっと長い間この世界にいたから、ずっとミーたちはこの世界を信じてたから、ワールドマシンはきっとそれに気づいていないだけだったんだ。そう、確かにその可能性もあるわ。そうでない可能性もね。行ってみただけ。ブルーホース、ニコ、この恩は一生忘れません。役に立ててよかった。一緒かな。オッケー。じゃあ最後、何から何までありがとうね、ニコ。あなたがいなくなると寂しくなるわね。その崖から飛び降りれば一瞬で蹴りがつくぞ。蹴りつけに行きましょう。ではありがとう。ありがとう、セドリック。
ありがとう、ルエ。ありがとう。名前が出てこなかった。ごめん。ここに来るのか。で、またあれ選ばされる？ここが太陽のあった場所だね。やってみなきゃわかんないよね、ブルーホース。んーしょっと、これでいいのかな？カチャピカシャー。あら、久々に見た太陽ね。やっと太陽が拝めたぜ。あ、お兄ちゃん、太陽。ああ、気持ちいいな。眩しい。おやおや、あれが太陽というものですか。ここ、ミーが初めて目が覚めた場所。ブルホス、まだいる？ブルホス？ん？ブルホース、あのね、多分、うまくいったよ。うまくいったな。太陽が戻ってきた。今回はちゃんと外が明るいもん。ミーたち、本当に救えたんだ。でも、この後どうしたらいいんだろう。ここから家に帰る方法を見つけなくちゃだね。もしかして、これ、ドアじゃない？街でずっと前に見た、あのポータルみたい。大きな時計の後ろにあった部屋の。あとね、反対側に小麦畑は見えるよ。ミーの村が見える。あ、ママの声がするよ。ミーのこと探してる。ねえ、ブルーホース、さよならするのはこれが初めてじゃないんでしょ。でもきっとこれが最後になるんだよね。もう二度と会えない気がする。それにこっちの世界はどうなるんだろうね。もう全部何もかも終わってまだよくわかんないや。この場所は、この世界にいる人たちはいなくなったりしない。みんな二個の記憶の中に残る。みんな、私の記憶の中にも残る。ミーは、絶対にこの世界のこと忘れないよ。絶対に神様のこと忘れないよ、ブルーホース。じゃあ、元気でね。君もな。うん。さよなら、ニコ。さよなら、ブルーホース。ということで、お疲れ様でした。割と唐突に終わりましたね。いやー、でも楽しかったっすね。なんかこう、最後ね、なんかいろいろと込み上げてくるものをこう抑えながらね、やってましたけれども、なんかちょっとしたこうアニメっていうか、なんて言ったらいいんだろう、まさにさ、こう、ふざけたわけじゃなくて、真剣にこう当てれこのつもりで、G-R-Lのね、とかって、なんかそういうのでありそうなお話だったりしますよね。
ちょうど主人公のキャラもそのくらいの、ね、年齢のキャラだろうし、まあ2周目は特に面白くて、こう無理やりいろいろキャラにね声頑張ってやったりとかしてたら、なんかやばいね、感情移入が、うん、こんな風になると思ってなかったんで、1周目舐めてたからね、完全にプレイをね、うん、1周目完全に舐めちゃってたんで、え、なんかね、てんてんてんってのがさっきなかった気がしたから初めて見たら、ごめんなさい、なんか続きがあるみたい、帰ってきた。で、あのね、さっきも言ったけど、こいつ完全に僕ね、キャラ付けミスったから、例の声でやるわ。ブルーホース、戻ってきたのか。私は世界を復元し、ニコを家に帰した。お前は嬉しくないのか。またニコに会いたいのか。それは不可能だ、ブルーホース。ニコはもういない。そしてニコがいなければ、語るべき物語もない。世界を飛び回る救世主もいない。世界とつながる方法もない。だが、ニコはこの場所をまだ覚えてくれている。本当にこの世界を再び見たいというのなら、見せてやれないわけでもないが。ああ、だが、全く同じ世界にはならないぞ。これはただの記録だ。私は、ニコの記憶に基づいた私となる。私が今、ニコの姿を利用しているのと同様に、それが、お前の望みなのか？これ入ってやったら3週目始まんじゃね？やってやろうじゃねえか！いいだろう。物語を巻き戻そう。もう一度、最初から体験できるように。どうやらこのゲーム3周目があるみたいです。っていうのは嘘なんだけど、なんかね、最初に点々って今なくなってるじゃないですか、画面上に。で、どうやらスタートを押す、あの状態でスタートを押すと、なんか勝手にブラウザーが閉じるみたいだったので、まあ、どちらにせよ、エンドレスゲームみたいな状態だったので、一旦ですね、もうここでこのゲームは終わりにさせていただきたいと思います。結局どのくらいやってたんだろうね ?2 ヶ月くらいやってたと思うんですよ。間が空いたり一気にやったりとかって結構ムラがあったりしたんでね。まあ、それはいいんですけれども、まあ、いろいろとね、思うところはあるんですけども、とりあえずやってよかった。うん、感動した。で、この先もね、いろんなゲームをこれからやっていこうと思って、まあ、次何やるかってゲーム全然選んでないんですけど、また皆さんと一緒にですね、世界に浸れるような、ゲームをやっていきたいなというふうに思っています。とは言いながらもね、今回ちょっとその頭使う感じだったから、バイオみたいなアクションゲームをやりたいなって結構葛藤があるんでね、まあそこはおいおい考えて、またゲーム実況をやっていきたいなというふうには思います。普段のですね、いろいろとベラベラ喋ってる方の動画もぜひ見ていただけたらと思うんですけれども、また、ゲーム実況も楽しみに、していただけたらなというふうに思います。ということで、今回で22なのか3なのかっていうところなんですけれども、最後までパートをご視聴いただいた方、どうもありがとうございました。これにてワンショット実況プレイ終了とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。